風呂入りて。なあ、しかしよくできるよな、こんな恥ずかしいこと。玉残しの相手って一体誰だ。まさかルナちゃん。ってことはあるわけないか。ルジュ、プロポーズして。ピスタルスターでございます。申し訳ありません、こちらプレスルームですので、お問い合わせの件は本社広報部へご連絡ください。はい、ピストルスターでございます。お待ちできておりませんので、こちらはプレスルームですので、お問い合わせの件は本社広報部の方へお願いします。こちらでは把握できておりませんので、はい、よろしくお願いします。失礼します。フェイスブック봤어?야인터넷포털뉴스에도업데이트됐어.그자식무슨생각인거야?헤어진거아니었어?나도이유를모르겠어.근데더이상만나지않는게좋을것같다.지금은지어진이유만으로도복잡하거든.어쨌든오프스타일링잘부탁해.그럼하이피스토르스타でございます。申し訳ありません、こちらはプレスルームですので。何なんだこの記事は、なんで止めなかった。申し訳ございません。まさか自社のフェイスブックに投稿されるとは予想だにしなかった事態ですので、広報部が動いた時にはすでにインターネット上で情報が拡散しており、また別のサイトにも次々と転載され、あっという間に国内外のインターネットニュースで配信されてしまいました。今広報部が対応しておりますが、ネットに放たれた情報を完全に削除することは不可能かと存じ上げます。おい、で会長はご存知なのか。先ほど会長秘書に確認したところ、まだご覧になっておりません。そうか、まあ、とにかくどんな手を使ってでも新聞と週刊誌だけは絶対に止めろ。いいな。かしこまりました。広報部に伝えてまいります。いいな。はい、刑を呼んでくれ。はい。どこまで愚かな男なんだ蓮は。ご覧になられましたか。ああ、読んだよ。まさかここまでやるとはな。こちらとしては嬉しい誤算だ。しかしこのバカ息子、笑える。はい、あの顔を専務にもお見せしたいほどです。で、その社長が今回の後始末を専務にお願いしたいそうです。社長に伝えろ。ちゃんと会社のためになるようにしますと俺が言っていたと思う。もう今朝は電話の嵐で最低でした。
デジタルネイティブ世代のサプライズプロポーズって感じで素敵じゃない？Facebook でプロポーズなんてありえない。そう、世界中に宣言してくれるなんて幸せだと思うけどな。確かにテレビの公開プロポーズよりはマシだけど、でもドン引きしそう。なるほど、 Facebook と Twitter のアカウントを持つ顧客に向けてライブ配信か。なぜ今メンズラインなのと思ったんだけど、売上分母が大きいレディースを動かす前にまずはメンズラインでテストマーケティングするつもりらしいの。本社では今後 PR スタッフには全員英語と中国語のネイティブスピーカーになれとか言ってるし、全世界の顧客とデジタルコミュニケーションできる人材はね、あ、特に90年代以降の世代ね、それを発掘しろって。本当に世界進出考えてるんですね。フラッグシップショップも持たないで。無謀でしょ。でも夢があると思わない？それを提案したのはヒロチジュニアなのに。それなのに。お疲れ様です。お疲れ様。オウジュ、どう、スタイリングの調子は？ああ、大体 OK です。チェックしていただけますか？よし。いまいち。どこのブランド？今着てる服だよ。あ、いろいろです。だろ、洋服ってのは着る人間のスペックと着こなしでスタイリングが決まるんだよ。同じブランドで固めましたってのがバレたらスタイリストとしては最悪だよ。ただ着せればいいってもんじゃない。特に広告はな。これ全部やり直し。はい。中華？あ、行く。본인에게나때문에잔업하게됐네곧끝날거니까좀만고생해주라미안하다괜찮아할일은얼마든지있거든거기다나플레스룸에있는게제일마음이편하거든그러잖아괜찮냐뭐야갑자기일하고사랑하고는별개야우진은왜스타일리스트가되고싶은거야뭐야갑자기난말이야사람들하고어울리는거를싫어해서말이야혼자있는시간들이많았거든그래서조직이나집단에들어가서일하는건내체질에안맞는것같고룰은깨기위해존재한다상식을초월하지않으면재미가없다라고생각했기때문에순간순간을자신의감성만으로승부하는스타일리스트가내체질에맞거든내가10대때부터나이속이고라이브하우스에빠져서수업시간에도공부안하고좋아하는밴드영어가사번역하고알바비죄다 CD 값으로